始まりました、少量チャンネル、イエーイ。というわけで今回は今回はお風呂も先浴びてきて、さっぱりしたね。さっぱりしてきて、うん、まあ飲みたくなるじゃないですか。飲みたーい。暑くもなってきたしね。ついでに美味しい料理も食べたい。うん、とりあえず飲もう。はい、レレン、乾杯。乾杯。うまーい、イエーイ、最高、イエーイ、最高、イエーイ。じゃあ、っていうことで。というわけで、というわけで。ですんですが、今回はアボカドを使ったビール、はい、お酒に合うおつまみを2品作っていきたいと思いまーす。それでは、はい、めちゃくちゃ簡単なので、お願いします。はい、レッツゴー。最初に作るのはこちら、アボカド明太チーズ、イエーイ。切っていきます。はい。こうヘタのところはね、うん、取って、はいはいはい。種に沿って一周させて、パカッと、うん、簡単にできるので、うん、で種はですね、包丁で刺して、うん、くるって回すと。もう簡単に取れるので。わあ、綺麗。はい。はい。そしたら、皮を剥きまーす。美味しそう、いいアボカド。ね。うん。綺麗な色。ね。いいアボカド。いい感じに熟してるね。うん。そしたらこれをスライスしていきまーす。はい。もう、これは自分の好きなサイズで全然 OK でーす、うん。こっちも、スライスしていきまーす。はい。そしたら、スライスできたら、グラタン皿。はい。に、入れていきます。はい。広げて、入れてください。はい。そしたら、これに、明太子を乗せていきたいと思います。うん、いいね。もう、これはもう、ほぐしてあるやつだから超簡単。ね。これが、なかったら、ちょっと、普通の明太子を買ってもらって、はいはいはい、ほぐしてもらって乗せてください、うん、この乗せる量もね、ほんと好み。そうだね。今回は僕たちはね、ちょっとたっぷりめ乗せたいと思います。いいね、美味しさ。マヨネーズ、マヨネーズ、これもたっぷりめにかけます。あ、すごい。あ、結構入れるね。うん。結構結構。ちょっとだけ。うん。胡椒を、振っておきまーす。はーい。はい。そしたら、うん。最後に、ミックスチーズを上からかけます。はーい。ミックスチーズ。これはあってもなくてもいいんですけれども、もし家に粉チーズがあれば粉チーズをかけるとね、より美味しいかも。うん。オーブンで、トースターで焼くんですけど、うん、色目がいい感じにつくかもしれない。はい。はい。そしたら焼けるのを待ってる間に2品目いきたいと思います。はい。まずアボカド。はい。はい。と、サーモンのお刺身。はい。はい。と、タレに、めんつゆ。はい。ごま油。はい。で、本当は、豆板醤じゃなくて、コチュジャンが欲しかったんですけど、ちょっと買い忘れちゃったので、うん、家にあったキムチ鍋の素で、はい。ちょっとやりたいと思います。はい。そしたらですね、まず、アボカドは、また、うん、さっきみたいに、半分に、切りまーす。はい。次に、サーモンをカットしていきたいと思います。はい。美味しそうだね、このサーモン。本当だね。これはもうダイス状にしていきたいと思います。とりあえず半分使おうかな。
はい、こんな風にダイス状になりました。はい。そしたら次に、タレを作っていきたいと思います。はい。タレは、麺つゆ2に対して、ごま油と、今回はキムチ鍋の素です。これを1対1で入れていきたいと思います。はい。いい匂い。そしたらこれにさっきダイス状にカットしたサーモンをもう入れちゃいます、はい、混ぜ混ぜ。そしたら盛り付けていきたいと思います。はい。アボカドが今回器なので、これに、さっき作った、わあすごい、美味しそう、サーモンのユッケをはいはいはい乗っけていきまーす。はいはいはい、美味しそうだね。美味しそう。はい。そしたら、ちょっとここにくぼみじゃないけど作っておいて、そしたらこれに、わあ黄身を乗せます。わあすごい、美味しそう。いいね。わ、かわいい。できましたね。あとごま。そしたら最後にごまを振りかければ完成。イエーイ。さあ完成しました。はい、完成しました。なんか普通のテンションに戻ったんですはい、はい、まず1品目はですね、こちらアボカド明太チーズと、2品目がアボカドサーモンユッケ、両方ともめちゃくちゃ簡単にできました。はい、いただきます。いただきます。サーモンはね、これ余ったやつお刺身で普通にカットしました。食べてみて。はい。さあ、乾杯してない、さっきもしたけど。はい。いただきます。食べていこう。うん。まず、アボカド明太チーズ。いや、チーズがいい感じの焼き目が。美味しそう。ね。いただきます。どう？熱そう。うん。アボカドもね、若干熱が入って、とろっとしてね。うん。うん。美味しい。久しぶりですね、この料理の会話。そうだね。うん。これもめちゃくちゃ簡単だったと思うので、ぜひおつまみに作ってみてください。はいよ。ちょっと卵潰しちゃおう。見てください。わー、卵がー。いただきまーす。いただきまーす。美味しい。美味しいね。美味しいね。すごいアボカドと、サーモンと、ちょうど合う。合うね。うん。で、今回、コチュジャンがちょっとなかったんで、キムチ鍋の素を使ったんですけど、全然美味しい。全然あり。いや、ほんと美味しい、これ。美味しいね。もうめっちゃ簡単だし、でもパッと作れるやつがいいよね。そうだね。美味しい。で、今回は、お知らせが、あ、そうだ、ありまして、お知らせがあります。今1万人記念したの突破したので1万人突破したので、ライブ配信を久しぶりにしたいと思います。はい、はい、カミカミですけどちゃんと伝わりましたか日付はですね、はい、5
5月27日の月曜日の21時から久々に YouTube のライブ配信をしたいと思います。まあまた、ね、なんかお題とか何か聞きたいこととかあったら、うん、またコメント欄とかに書いていただいて。そうだね、あのツイッターとかインスタとかにも、うん、あのコメントいただければと思います。思います。よろしくお願いします。またね、改めてね、告知はね、あのインスタツイッターを通じてやりたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。そう なのでその日は、17時じゃなくて21時、うん、間違えないように21時から配信をしたいと思います。お願いしますというわけで今回ははい、アボカドを使った、ビールに合う、お酒に合うおつまみを作ってみました。はい、ぜひ試してみてください。お願いします。はい、はい、では気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタツイッターもお願いします。ではまた。